はい、皆さんおはようございます。ラベージマーキーのゆうです。見てもらえば分かる通り一人で走っております。なんとですね、 YST 奈良さんから謎の招待状みたいなのが届きまして、それを開けるとですね、ランページモンキー、ゆう様、たまさつ様、突然のお便りお許しください。奈良県で YSP をやっております、 YSP 奈良店長の水田と申します。いつも YouTube でお二人のご活躍を一ファンとして楽しく拝見しております。そうした中でお二人の活動を何か応援できないかなという気持ちが芽生え、 YSP という立場からバイクのメンテナンスのお力添えができれば、お二人に安全に今後も活動を頑張っていただけるのではないかと考えました。ヤマハの専門店のため、あいにく U さんの YZF R シリーズしか対応できませんが、お二人の活動の一助になればと思い、オイル交換特別ご招待券を進呈いたします。お忙しいお二人かと存じます。何かの折お立ち寄りいただければ当店が誠心誠意ご対応いたします。ぜひお気軽にご来店くださいませ。今後のお二人のますます役心より応援いたしております。手紙とオイル交換無料チケットがなんと入っていて驚きました。本当にマジですかということで、ぜひぜひお願いしますっていう感じでですね、予約しまして、大阪からも結構近いんでね、ツーリングがてらこうサクッと行ってオイル交換してもらっちゃおうかなと。それでは YSP 奈良さんまでワープ。よしよしよし、これをもらったからな。こんにちは、お願いします。すいません、本日はありがとうございます。この招待券をいただきまして、このお手紙までいただきましてありがとうございます。拝見させていただいてます。ありがとうございます。いや、まさか。え、いいんですか？はい、もちろんです。はい、いいですか？オイル交換、はい、させていただきますね。はい、本日なんですけど、一番いいオイルの GP の方いいですか？入れさせていただくんで。いいんですか？ちょっと少しお待ちください。ありがとうございます。じゃあ、はい、お願いします。ありがとうございます。じゃあお預けさせてもらいます。じゃあ少しこちらでお待ちください。はい、ありがとうございます。来た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 。うお、あれかっこいい。うわー、いいな、やっぱピットに入るとかっこいいな。うわ、かっこよすぎ俺のバイクかっこよすぎ。もし2号のオイル交換終わったっぽいです。さあ、バイクをね引き取りに行きたいと思います。え、ちょっと待って、え、ちょっと待って、は、え、ちょっと待って、え、何してるの、え、インコムインコ、え、何してるの、ちょ、え、何してんの、え、ちょ、ちょ、え、いいごー、よし、え、ちょっと待って、お前何してるの普通に、え、待って、お客様、お待たせいたしました。無事終わりました。もういつ来たん大丈夫この店員、おぼつかね。あ、お客様からお預かりいただいたR25さん。日本語のままなってない。え、え、え、お前やったん、え、本日自分やったん。私が、はい、あ、オイル交換の経験は一度だけありませんけど、ま、大丈夫です、しっかりとさせていただきました。ちょっと待って、ふざけんなって感じで、は、終わった、あら、即納車両ないかなこれ。お客様の2号、しっかりと私がオイル交換させていただきましたので。自分したマジで言ってるの。オイル交換の経験は一度だけ。いや、いい、じゃいいね、それ。え、待って、ミスターさん、メカニックの方、白川さん、本日私があの店長とさせていただいてですね、あの全ての業務を。ふざけんなよマジ。ちょ、ちょ、え、聞き、ちょ、やばいって、ほんまに、え、お前エンジンかかる、お前、ちょっと待ってよ、これふざけんなよお前こんな車いっぱい取ってもよ、そんなアホなことです。そんなに言ってんだよマジ。うわ、えぐいって。大成功しました。え、どういうこと、どういうこと、え、ほんまにちょっと何のドッキリかすらよう意味がわからんねんけど。皆さんこんにちは、たまさつです。ジュウ君はね、オイル交換に呼ばれてここに来るんですけれど、なんと私、たまさつがオイル交換をさせていただこうと思います。たまさつがオイル交換したってくる、うわー、見て、かわいいでしょこの格好でね。オイル交換ができたら、お客さんがオイル交換ができましたって、ジュウ君のバイクを出していきたいと思います。え、もう YSP の服着てるよ。就職したんです。え、は、本日あの店長させていただいております。就職して一発で店長になったん？はい、情報量やばいって。奈良店さんが招待券もらって、はい、で、いつも動画見てますって言って、え、お前、え、招待券ちゃんと見た？なんでなん、招待券ね、うわ、
これは、うん、まあ、表上の YSP 奈良店さんとのやり取りや、私も裏上のやり取りがあって、これそういうことグルやん、ゆうさんを騙して盛り上げてくださいっていうのが私の任務だったんで、え、これ自分がやったのこれ行こうかな、なるやろ、プロの方がバイクどこあったの、売りに出してます、売ったんバイク、あの山の中で、いやここで売られやろお客様、あの今回のねオイル交換54万8000円になります、ふざけてるよ、いやいや無料クーポンもらってきたのに、お前これ無料って書いてない、交換特別ご招待、うわエキスマちょっと人だけやる、うわキシャ、え、どう似合ってる、かっこいいな、え、よくも来ちゃう、え、いいですか、今日だって探索が手に入る、確かにな、後ろ後ろ見せて後ろ、ほら YSP って入ってるやん、え、めっちゃかっこいいやろ、うん、来たやろ、うん、しゃあないなぁ、今日だけやで、実質今メカニック募集してるから、あ、そうなあ、そうな、働こうかな、マジで求人見てみ、ほんまに、あ、後で見とくわ、求人、まあ、来いや、今日はね、これ探索のお店なんでね、キシいらっしゃいませー、お客様います、全然違う感じのとこ来た、声聞こえました、やばい、やばいんやけど、かっこよくない、やばい、これいいやん、めっちゃいいよ、え、ちょっと待って、今日はな、二人の店長ということで、ランページ店長、あ、ランページ店長ですか、すいません、ありがとうございます、え、オイル交換 してもらいました、あ、たまさん、たまさん、たまさん、バッチリやばっ、ここの三角形の他のお店では赤色ということで、ここをなぜ赤じゃないのかなっていう、うちの場合が、はい、奈良市の生産法の条例にちょっと該当する地区になってる、はいはいはい、シルバーしかダメってことで、全国で唯一うちだけがそのトライアングルレッドがトライアングルシルバーになってるんですね、はい、です唯一、唯一です、じゃあもうトライアングルシルバー色が見たい方はもうここに来るしかないで、これつけられたんですか、これそうそうそう、めっちゃきていいやろ、これ窓もついてるからね、あ、つけられたんですかこれ、そうめちゃくちゃおしゃれですね、でしょでしょカフェみたいな感じで、そうですね、でちょっと個人的にめちゃくちゃずっと見てたのが白の新しい R7、 青は買わせてもらったんですけど、いいですね、そうですね、新しいかっこいいもあるし、なんか、うん、ちょっと赤っていうかオレンジっぽい感じの差し色が綺麗に可愛いっていう感じもするというか、確かに、これ塗られたんですか、あ、そうです、あ、塗りました、塗りました、この人が塗ったんですかね、塗ってないっぽいですね。多分塗ってないっぽいです。玉里さん気になってるのは？うん。紫。うん。これ紫でいいんですよね。紫。今年の2023年の新カラーです。すごい。で、こんなところにさ、オール25なんて書いてたっけ？あ、どうだったかな。俺の書いてないかもしれない。確かに。うん。え、すごいよ。めっちゃおしゃれになってる。もうだってなんか濃淡がすごいもん。めちゃくちゃ綺麗よな。うん。これ見たかったん、この色ずっと。あ、見たかったんですか。うん。で、あと最初からずっと気になってたっていうか、もう入ってすごい目を引かれたあのチョコレートフォンデュ。あれチョコレートフォンデュなんですかね、あれ。機械はそれ用ですね。あ、それ用なんですね、機械は。にオイルを入れさせてもらって。チョコレートフォンデュ。チョコレートフォンデュの機械にオイルを入れて、すごい。オイルを回して。実際誰かが何かを投入したことは。ないですね、さすがにね、そうですね、これでなんかオイルのこのイメージが伝わるというか、実際こう動いてるオイル見ることなかなか少ないと思う、うんうん、あ、確かにそうですね、エンジン内部でもそうですね、こういう形で潤滑してこういう働きをしてくれてると、ためになるオブジェですね、これオブジェ、確かにこれもう他でも見たことないんで、ちょっと目を引かれましたね、これは、いや、ありがとうございます、ありがとうございます、コラボしていただいたので、はい、ではブースの方を飾り付けお願いしたいなと思います、あ、わかりました、どうしたらいいですかこれ、え、めっちゃいろいろ用意してもらってるんで、あ、用意したんじゃなくて用意してもらったそうそうそう、え、ほらやばくないこれ、かわいい、うわ、すごっうんこって書いて、いや、ビチョビチョビチョってここら辺に貼っていただければ、うんこは貼られへんわさすがに、ここに何置くん、グッズ、え、我々の、そう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 、え、いいですか、我々のグッズここ置いて大丈夫なんですか、やば、自分すごいな、ガチ、え、じゃあ飾り付けするか、俺のあるやん、そうやで、え、自分あるやん、え、すごっ、やばいよ、このね、棚を装飾していきたいと思います、アンページモンキーのグッズだよ、当たり前のこと書いていくと、もういいよ、ほら、どうよ、うわ、おうおう、もうみんなな、これ写真撮りに来るだけ、うわ、これ写真撮りに来るだけで一番価値ある、これが、見て、これ皆さん、これ玉里さん、いつもこうなんですけど、え、神が縦なんですよ、机に対して、こんな角度ある、うん、それテストとかどうするの、もうベロになるやん後ろの髪、え、乗ってて、モンキーです、おー、え、すごいな、これも作ってもらった、ランページモンキー ×YSP ならコラボ企画、
一気にもうこの棚を占領した感が出るわ。これをつけるだけで、これをねデコっていきたいと思いますよ。アーミージャケットヘルサイズ、こいつ着てくるぶら下げんだよ。おいおいマジかよ。ここ可愛いですね。ああちゃんとねタグがね入ってるんで、ラムケジマキのね。ネット販売やからな、基本的には見られへんからな、サイズ感どんぐらいなんかなって。それ XL サイズでっか、これも気になるよな。 XL サイズ、 XL サイズは逆にでかいからな、気になるよな、うん。まあ、他 T シャツはあの M とかな L とか揃えてるから、うんうんうん、ここにね着ていただければこうやって当てれるから。当てれるな。で大体ベースはな同じもの作ってるから、新しいデザインが出ても L サイズあんな感じだったらみたいなんでいけると思うしな。これねここトムバーショップで買えますと。カバーが出来上がっていくの。こういう、じゃあちょっとやっていきましょう。やっていこう。完成しました。すごーい、この華やかな、めちゃくちゃ華やか。やばいよ、すごいすごい。俺アパレル店になろうかな。もう一個一個ねトップが書いてあるんですよ。こっちねメンバー限定とかあるんでね。そう、エクイモエモが嫌だって言っている服を着て仕事へ行こうっていうポップもね、ポップにもねいろいろ手書きでね、玉里さん書いてくださったんで、アパレル系はちょっと選別しましたが、それ以外のグッズはね、はい、ほとんども置かしてもらってるんで、はい、キャップとかもね、まあ、これフリーサイズですが、まあ、どんな感じの刺繍かなっても見えるんで、ストラップのサイズ感とかね、うんうん、まあ、ステッカーのねこの色の感じとか、キーケースもね置いてあるんで、ここは期間内になるとなんか動画流してくれるらしいです。おお、ヤンページモンキーの動画。まあこれはちょっとこれだけポールが書いたんですけど、まあちょっとあの品がちょっと薄いんで、こういう感じで看板もつけていただいて、商品ページは QR コードで飛べると。あ、こっからねスマホでピッてやったら飛べる。いやすごい、こんな差し回っていいですか店長。でもねこれね、あの OSP、はい、奈良さんの期間限定コラボなんで、4月の3日から、はいはい、じゃ30日までのコラボとなっております。4月3日から30日これ出てるってこと。そう、展示されております。めちゃくちゃいいよ。俺見に来るわ。自分で見に来る。俺ちょっと見に来るわ一回。キャンペーンとかもあるみたいなので、うん、まあ、ちょっと詳細はね YST 奈良さんのホームページの方からキャンペーンチェックしていただければと思います。では皆さんぜひ来てね。来てね。最後まで動画見てくれてありがとう。 YSP 奈良さんに行って実際グッズを見てくれて、わーグッズ欲しいってなってくれた人のために、本日4月2日から4月9日までグッズ販売します。なんと今回は新グッズメタルキーホルダーが登場。黒シルバーの2色展開、ロゴの細かい部分を完全再現した立体構造。あーかわいいね。そして再販要望の多かったラバーストラップもじゃんじゃじゃーん。これもかわいいね。ランページモンキー T シャツ、白黒初代ロゴのランページモンキー T シャツを受注生産で再販します。あーおしゃれだね、すごくいい。さらにさらにランページモンキーのステッカー、エッグ芋山のステッカーとかレザーケース、リストバンドも再販することが決定しました。全部身につけたおしゃれ間違いなしの商品となっておりますので、皆さんぜひゲットしてみてください。詳しくは概要欄のブース商品ページの URL からチェック。